パスが来た、よく足を出しました藤井。藤井を抜いて、あ、最後まで対応藤井。左から石毛、ワンタッチで入れてきました、パトリック。ここで奪って瀬川だ、そしてタリクだ、反転シュート、うん、さあここで奪った大橋、あ、そうシャビエル、シャビエル足を出して藤井の対応です。逆に小川が今サイド高い位置張っている状況です。裏に飛び出しました阿部シュート、阿部、あ、これはよく足が出ました藤井。アダユトン、さあうまく攻略した東京ですが、ここは藤井のナイスカバー、しっかりと予測しながらポジションを取って、中盤です。これレアンドロがボール持ちましたが、パスカット、これが藤井です。チャンス、長木が蹴った、おお外、藤井だ、折り返すか、後ろから、前へヘリグ落としてゴール前、いやーこれも決定的なシーンでした。藤井の長いボール、これがうまくつながりました。ファーですね、ファーサイド行きました、ヘッドでいった、藤井のヘッドです。先頭ファーサイド、藤井のヘッド、セカンド拾う藤井です。ここまで上がってきました。藤井狙ってきた、一森、素晴らしいですね。いや、そうですね。マテウス、鋭いカーブ、中谷、藤井だ、マテウスからニア、スラス、来た、ゴール、シュートだ、混戦の中名古屋押し込んでいきました。